ちょっと私の方から、まあ、今回の件についてのことをちょっとお話をさせていただきます。まあ、私の方もまあ、参議院議員になって半年なんですけれども、この問題に関しては、まあ、あくまでも立花党首に全て一任をしてお任せしていたような形になりますが、3月29日、私の方に代表の方を移動するというふうに、まあ、大津さんははっきり言われたんです。ここが争っている焦点のところなんですけれども、そこで争っている中で私にその権限を移譲しますと言ったにもかかわらず、その後大津さんから一切の説明もなければ、私と話す機会すら設けない。これはもう最後までそうなんですね。今週やってました総会と記者会見、そしてなんかホームページまで立ち上げてですね、基本方針をちょっと作ってみたりであったりとか、まあ、ありとあらゆることを、まあ、勝手にやってるんです。まあ、勝手にやる分にはもう勝手にやってくれという形なんですけれども、ただそのレベルがあまりにもちょっと低すぎる。立花さんとレベルが違うんですよね。やっぱり政治を担うっていうところの責任感も違うし、信念も違うので、正直もう本当に何度も言うんですけど、アホらしいんですよ。もう大津のことを考えること自体がもうレベルが違うので、なので立花さんに全てをお任せしてました。そして、まあ、立花さんの判断に全てを委ねるのはここ変わってないんですね。そして焦点でもある我々、そしてまず私の方がこの党からなんか新しく大津さんが党紀上党首だからといって作る党に離党するのかどうかというところでいくと、結論からいくと離党はできません。なんでかっていうと、債権者の方なんです。これ一貫してずっと言い続けてるんです。債権者の方なんです。我々が責任を持ってお預かりした10億のお金、このお金を返さなきゃいけないんです。だから離党できないんです。僕らは離党しちゃうとお金が入らなくなる。それ以外の原資がないんです、我々今現在。だから離党できないんです。非常に辛い立場です。仮にもあの人を党首として、自分らが1ミリも意見を言ってないようなみんなで作ると、もうツッコミどころ満載ですよ。本当にもうどこがみんなやねんと。国政政党でやる分だったら少なからずこの国会議員の2議席に関しては非常に重要な部分であるということはどんな頭悪い人でも分かるはずです。そしてもう一つ、何より間違っちゃいけないのは、我々のこの2議席は立花隆のものなんです。これ絶対間違っちゃいかんのです。どういった経緯でこの議席を獲得したのかっていうのを我々はずっと目の前で見てきました。どんだけ立花隆が時間を使ってお金を使って人生をかけて国政政党にして、今回私の議席はガーシーから降りてきたものですが、あそこに行くまでどんだけの苦労をしてこの1議席を取ったか。そうやってできてきたこの国政政党を、この参議院議員の議席を1ミリの意見も聞くことなく自分のものだと主張することなんて甚だおかしすぎます。ただ離れられないんです。何度も言います、債権者の方々がいるんです。立花隆は本当に人を裏切れません。一番簡単なところで言ったら、じゃああなたそのまま債務を持って、そのままじゃああなたがやりなさいって言ったら、そりゃこんな簡単なことないですよ。で、僕らも債務に関しては知りませんと、国会議員としての活動だけやりますっていう選択肢なんて取ろうと思えば簡単に取れるわけなんです。ただ10億貸してくれた方々は立花隆を信じてお金を貸してくれて、立花隆に一票を投じてこの議席が生まれてるんです。この議席は立花隆のものなんです。もうここは間違っちゃいかんのですよ、本当に。それを大津は平気な顔をして自分のもの、何の苦労もせずに、ただ代表権を立花さんから譲ってあげるよって言われて、じゃあそこで実力試してみろって期待されて渡されたにもかかわらず、ことの発端である政治資金パーティーを黒川幹事長としてアホみたいなことをやろうとしたことを怒られた。ここなんです。起点は立花隆に怒られたんです。単純にお前ら何バカなことしようとしてるねんと。そこからの支援だけなんです。だから向こうの理屈がボロボロなんです。整合性が全く取れてないんです。何にも一貫してない。でもかわいそうだとは思ってるんです、大津さん自身も。ただ僕ら国会議員として実際僕は半年活動してきましたが、あんまり表には出しませんが、相当なプレッシャーやっぱりあります。やっぱり国民の方々の負託を受けてるんです。
少なからず120万票もの票が立花孝志を中心に集まってるんです。120万票って言ったら国民の 1% ですよ。その声を聞かずに国政政党なんて絶対できないし、大津さんの話を聞いてる限りは全くそれに対する責任感の欠片も僕は一切感じない。非常に苛立たしい思いです。ただ離れることができない、非常に苦しいです。離党もできない、そろそろいい加減にしてほしいというふうにもう非常に感じてます。この問題に関しては本当にもう目の前で立花さん、村岡弁護士がずっと遅くまで日々高度な話をやり続けてもらってます。もう僕はその話に関してはもう一切わからない、すごい高レベルなところで民法の話であったりとかっていう法律の話でずっと遅くまで毎日毎日やってます。それをぜひ大津さん感じ取ってほしい、一度。あと大津さんがどういうふうな形でこの国会議員2人とどうやってやっていくのかは分かりませんが、一度とりあえず話をしに来てほしい。正々堂々とみんなで作る党ならば、みんなの前でみんなと一緒に正々堂々といつでも最優先で受けて立ちます。ちゃんと話をしましょう。立花孝志を納得させることができるならば、もう一回大津党首でやるという判断もゼロじゃないかもしれない。正々堂々とみんなで作るというならば、まずここに出てきなさい。話しましょう。それを訴えかけてですね、今後我々としてはあくまでも立花孝志と一緒にやるというのは私自身何も変わりません。立花孝志に右向けと言われたら右向きます、左向けと言ったら左向きます。頑張って大津さんには立花さんとしっかり話もしてほしいなと思います。その上で大津さんが今後どう裁判をどう運んでいくのか、あとは大津さんだけじゃなくその周りの支持者の方々も、ごく少数の支持者だとは思いますが、あんまり大津さんを苦しませないでください。早く逃がしてあげた方がいいです。もうこれ以上彼女の30歳の非常に重要な時間、これに使うべきじゃないです。他のことに注力した方がいいです。なので支持者の方々はもう諦めて戻そうというふうな説得、ぜひ試みてください。もっと有意義な時間の使い方あると思います。若いし綺麗し、大津さんの支持者の方々、大津さんに味方をしていることは彼女のために何にもなりませんよ、本当に。そしてそれで裁判勝っても多分その人たちに何のプラスもないです。ちょっと冷静に考えて大津さんをどういうふうな方向にするのがいいのか、もしくは離れる方がいいのか、しっかり支持者の方は考えてほしいなというところで僕の話にさせてもらいたいと思います。